宗月の章、大樹の説、鉄血の呪事師。ミルディン大橋を制圧した王国軍は帝国領内へ侵攻を開始。対する帝国軍はメリセウス要塞に兵を入れてこれを迎え撃たんとしていた。先ほど密偵から報告がありました。どうやら帝国はメリセウス要塞に兵を集めているようです。我々がミルディン大橋を攻め落としたのに対し、早速手を打ってきたのでしょう。その規模は我らの倍以上。おそらく皇帝自ら軍を率いるのではとまたリーガン家のクロードは早々にグロスタール家と講和すると、同盟諸侯を糾合して兵員をかき集め帝国領に侵攻する準備を進めているとか。このまま行けば三つの勢力がグロンダーズで衝突することになりますな。干渉に浸りたいならよそでやれ。しかしこの戦力差は困ったものですな。我らは精鋭揃いといえど少し心もとない。ええ、できることなら今からでも援軍を要請したいところですが、王国の主要領主のうち他に頼れる勢力があるとすればカロン家でしょうか。ええ、カロン家も帝国への臣従を表明していない家の一つです。急ぎ書状を届けさせましょう。きっと協力を表明してくださるはずだ。ええ、頼みますギルベルト殿。今の段階でやれることはこの程度でしょうか。そうですな。他に打てる手があるとすればそれは。そうですね、同盟とは直接ぶつかる理由もありません。仮にカロン伯の協力が得られたとしても帝国との兵力差は埋まりようがない。ですが我々と同盟とが手を結べば帝国に拮抗しうる勢力となるでしょう。そうですね、ですが太陽が後手に回れば不利になる。ひとまず使者を送り同盟側の腹を探るとしましょうか。しかし決戦の地がグロンダーズとはあなた方にも思い出深い場所でしょうに。呪事師戦の時は私たちが勝ったのよね。なんだかずっと昔のことみたい。どうしても思い出してしまいますね。思い出したくなんかないのに。戦いの後の食事よく覚えています。本当に美味しくて楽しかった。ダメだよやめてよ。せっかく思い出さないようにしてたのに。やっぱりこんなのおかしいよ。一緒に学んできた仲間と戦うなんて。皇帝陛下に直接言ってみたらどうだい。ま、聞いちゃくれねえだろうけど。おいイノシシ、勝てる見込みは？さあな。もし負ければ俺たちはお前のために死ぬことになるな。フェリックス、そこまでにしておけ。勝てばいいだけの話だ。出立までに心を決めておけ。殺される覚悟も殺す覚悟も帝国は言わずもがな。同盟と剣を交える可能性も十分にある。かつての学友を斬ることにもはや躊躇はないと。もう慣れた。
んた頼まれてくれねえか。あんたに頼んで正解だったな。買い付けに付き合わせてしまい申し訳ありませんでした。わざわざ手伝いを申し出てくれるとは、私の職務でしたのに。いえ、この礼は何らかの形で必ず。とは言っても私にできることなどそう多くはありませんが。ええ、喜んで。私こそあなたの剣技には学ぶところも多い。あなたはジェラルト殿のもとで傭兵として生計を立てていたと聞いています。私はセイロス騎士団の中でも新参者。あの方の業績は詳しく存じませんが、数度打ち合っただけでその力量の素晴らしさに感服するほどでした。そしてその教えを受けて育ったあなたの腕前もまた同様に、長く騎士として勤めてきた私にとって、傭兵として経験を積んだあなたの、待って待って、待つもんか。こっちこっち。やはりこの戦乱の世にあっても子供は強い生き物ですね。ではその笑顔は忘れてください。私にはそのような権利などないのです。ええ、死んでしまった者は笑顔を浮かべることさえできないのですから。ああ、いえ、すみません。つまらぬ話を。さあ、早く戻りましょう。頑張りましょう。ああ。どう？学ぶべきことはまだある。
成果を報告し。無事に終わりましたよ。だんだん仕上がってきましたね。なるほどなるほど。学ぶべきことは霧が出てきましたな。これでは進軍もままなりません。まあどのみち霧が晴れるまでは動けんのです。気長に待つとしましょうよ。ギルベルト殿、いやギュスタブ殿、この機に話しておきたいことが。ダスカーの悲劇と呼ばれたあの事件、あのことで腑に落ちぬことがありまして。お聞きしましょう。私もあの日ダスカーでせがれを失った身、あの事件については手を尽くして調べた。驚いたのですが、パトリシア様の馬車には争ったような形跡すらなかったとか。はい。瀕死の重傷で済んだ殿下を除いて他の者は全員その場で惨殺されていたというのに、陛下の御妻であるパトリシア様のご遺体だけが見つからなかったんですよね。連れ去られたということでしょう。争った跡がなかったのは脅されたからで。なぜ連れ去る必要があったんです？殺してしまえば済む話ではありませんか。外交上利用価値があったのでは。これまでパトリシア様の存在が外交の場で利用されたことはありましたか。いいえ、私の知る限りでは。ならば帝国内の清掃に利用されたのでは。実の娘が皇帝となった今、その存在を隠す必要がどこにあるんです。それは帝国に戻られてから亡くなられたとか。ギュスタブ殿、もしパトリシア様があの事件の根幹に関わっているとすれば。ロドリグ殿、あのお方への侮辱はいくらあなたとて許されることではない。いえ、何もあの方が裏で糸を引き陛下を謀殺したとまで言うつもりはありません。ですがギュスタブ殿、私にはあの事件が何か大きな陰謀の一端であるような、何かきな臭さのようなものを感じてならんのですよ。失礼します。ロドリグ様、ギルベルト様、すぐにこちらへ。これは随分とむごい殺し方をする。レスターの名手に派遣した騎士の一人だな。いつどこで見つかった？先ほど紹介に出た兵士が近くの岩場で発見したそうです。おそらくは同盟の者が打ち捨てていったものかと。我々と共闘する気はないという同盟側の意思表示でしょうか。
明諸侯の思惑も様々ですし、誰の仕業やら何とも判断しがたいですな。ことの真相は分かりませんが、いずれにせよ派遣した他の騎士も無事ではありますまい。これで同盟との連合は難しくなったと考えるべきでしょう。カロン博から助力を得られたとはいえ、厳しい状況になりましたね。同盟の助けなど花から期待していなかった。立ち塞がる者はまとめて引き潰すまでだ。兄さん、ミルディン大橋を発した王国軍は帝都アンヴァルを目指して南進。その後方より同盟軍も帝国領内に向け進発。一方、帝国軍はすでにメリセウス要塞から迎撃軍を出陣させていた。かつて十字試戦が行われた平原で三勢力が一堂に会し、後世にグロンダーズの海戦と呼ばれる戦いが幕を開けようとしていた。